おはようございます。今日は4月11日、月曜日になりました。相場解説は5時でお届けしようかと思います。週が変わりましたんで、週足から見ているところなんですが、今、週足どうですかとてつもない、急転直下って言葉がありますけども、まあ、急上昇してですね、ここに至ります。ぐーんと上の方に一直線に上がってるような感じですよね。まあ、それまでもずっとですね、 政権が変わってから右肩上がりではあるんですよ。こういうふうにね、随分随分。もう、円安の方向にぐーっと行きました。で、ロシア、ウクライナに入ると、一瞬ね、ファンダメンタルの揉み合いはあったんですけども、ズバンと突き抜けて、円安に急拡大しました。これ114円台の時に、 120円の方に行くよということを話して120円になりました120円の時には125円まで行きますよってことをお話しましてそこが一旦行動の限界点になったわけですよねそこから今度再突入して新展開に入りまして今度は125円を超えるようなら130円に向かうということで私の方はずっとお話しさせてもらってますそれがこの図に現れているところなんですけどもね まあこのチャートから130円を読み取れるかどうかってことになります、まあ、逆に言うと115円は読み取れないですねもうねうんでも115円を目指していた時代もあったわけですよこういうところとかね、まあ、ですんで長い展望で相場を見ていくことが大体こういった相場解説の基礎になることはもう皆さんもう十分受け取っていただいてるんではなかろうかと思いますそのための週に1回の週足を見ております 月に一回は月足を見ますけどもね。じゃあ、デイリーの方に移していきます。これが日足ですけども、まあ、N 字を書いて上に抜けるっていう図がもうありありと見えて取れるかなと思います。ただ、用心しないといけないのは、ここにヒゲが出てますから、ポイントが二つになるわけですよ。一つはですね、124円を超えれるかどうか、もう一つはげ先125円を超えれるかどうか。この辺は先週、 しっかりとお話しましたんで、もう説明はいらないと思いますが、現在1 2 4円は突破しました。ですんで、今週は125円を突破できるのかどうか、ヒゲ先をどういうふうに攻略していくのかってところに注目することになります。そうしたら、125円を攻略してクリアしたら、N が完全完成で125円から130円の方向に向かうってことが言えるわけなんですよね。ここまでが大筋の仮説になります。じゃあ、4時間の方に、 チャートをしていきます4時間になるとちょっと時間が緩やかなんですけどもちょっと振り返りますよ高値圏でヘッドショルダーが今回出てないわけですよヘッドショルダーが否定されたってことはヘッドショルダーは下にグッとねネックラインを越えて向かうフォーメーションのことですからこれがないってことは上昇なんですよねでそれをお話したところやっぱり上昇に向かってるでしょでレンジを描きながらこのレンジも突破しましたということでこの125円のあたりを超えることがこれから 見えるわけなんですよね上昇トレンドをこう書いてますからね押し目作って上押し目作って上っていうのがそれから力点ポイントがここにありますんでさあ自動的にゾーンが引かれましたよねゾーンっていうのはここのことですよはい黄色でなぞります塗りつぶしますはいゾーンねこのゾーンをどのようにこれから攻略していくのかが見物でございますはいじゃあ1時間で今日は解説を終わっていきます 一 1>, 1時間を今ご覧いただいているところなんですけども、前回引いたこの上底過程に挟まれたレンジを超えてですね、えっと、一旦はちょっとレンジの方戻っちゃったんで、ロスカット食らったのは先週追加放送をお話しした通りですけども、再度エントリーポイントをこちらに設け直してですね、そこを突破しましたよってことになると、今度はここを割らなくなってきたんですよ。 まあですんでね、今124円の279で止まってますけども、相場がしばらくして再開しますんでね、今日も。そうすると、これが125円を突破する方向に向かっていけば、シナリオ通りがさらにシナリオ通りになります。今のところはシナリオ通りなんですけどもね、一回ロスカットは食らいましたけども、このロスカットに食らったっていうのも一つのシナリオですからね。では、目算通り124円を突破しましたんで、125円の 突破に至るかどうかを今日見ていきましょうということになります。で、今日はちょっとね、おまけでお話ししたいことがあります。えー、こちらです。あ、しまった。えっ、ー、とね。こちらですね、ちょっと見えますか。FX って書いてるでしょうん。FX の勝ち方なんですけども、基礎用語と、 テクニカルを覚えればほぼ稼げます私もね基礎用語とテクニカルをお話してるだけなんですよ日々出てくるチャートにですねテクニカルを当てはめていってるだけなんですよテクニカルが当てはまらない時ってのはやってないでしょこの前顕著だったのはファンダメンタルが激しくなるからっていうので開戦当時2月の24日ぐらいでしたかね これから戦争が始まりましたよ、始まりましたよっていう時には、ファンダメンタルでズタズタになるんで、テクニカル派の私はもう出る場所がありませんって言って、1週間の休場制限したと思うんですよ。で、結果的に2週間休場になりましたけどもね、2週間半ほど休むようになりましたけども、その間もずっと放送を続けていく中で、ファンダメンタルも積み重ねばテクニカルになるっていう考え方もお話し、お話し,しましたよね。で、テクニカルが効くようになってから再参加して、今の成績に至るわけですよ。で、 あの、稼げる理由ってのは単純なんですよ。ここに赤で書いてますけども、ほとんどの人がね、基礎用語を覚えようとしないんですよ。基礎用語を全然ね、身についてない状態で、あのー、エントリーしちゃうんですよ。で、あとね、テクニカル身につけてないんですよ。テクニカルを身につけてないのにトレードに参加してくるんですよ。この、いずれかの人って負けますからね、絶対に。で、その人の負け戦を私はいただいてるだけなんですよ。だから知識とか情報とか経験の差に、 もう本当に明暗が分かれてるんですよね、うん。だからもう本当に私ね、ちょっと FX の会話をすると、あ、この人勝ってない人だなっていうのすぐ分かりますし、例えば FX のね、塾とかなんとかあるでしょあ、この人はダメだなっていうのはね、あの別にあのトレードの話しなくても分かりますよ。そのぐらい、えー、なんて言いますかね、この FX の世界って、利益を出てる人と利益の出せない人ってはっきり分かれちゃうんですよ。うん。ですんでね、 えー、逆に言うと、基礎用語を覚えてテクニカル身につけるだけなんで、なんか簡単でしょうん。うん、複雑なこといらないし、重いもの持たなくていいわけですよ。うん。簡単ですよ、本当に。この二つさえやればいいんで。<laughs> それこそ YouTuber なんて動画撮ってりゃいいんで、簡単ですよ。うん。でも、退場していくんですよね。はい。で、明日のことなんですけども、4月の12日、えー、21時から、あの、ライブ放送でね、FX のことをお話します。 対談なんですけども、そのお相手があ、新潟で FX の講師をしてくださってる舞姫大学の舞姫さんです。まあ、どんな話をするのかね、ちょっとこう打ち合わせはないんですけども、うん、ただまあ、私もね、あのー、いろいろなあ FX のお話をさせていただいて、その中で疑問質問が生まれればそれに答えていくって形を作っていこうと思います。まあ、主にはね、FX でどうやって勝つかってお話、これは私散々できますんで、 えー、身のなる1時間になると思いますぜひお越しくださいそれではありがとうございました